東映町体験交流館の木山学校は愛知県北下田郡東映町にある体験交流施設。2010年3月に廃校となった東映、町立東部小学校の校舎をリノベーションし、2014年5月18日にオープンした。東映町図書室、野木山文庫やカフェの月などの施設を備えている。事業主体は東映町であり、 和太鼓集団士大野らを母体とする NPO 法人手保へが指定管理者として管理運営を担っている。図書室があった奥三河青年の家1955年には本郷町、下川村、御殿村、その村が合併して東栄町が発足しており、当地は下川村に含まれていた。野木山学校として使用されている木造二階建ての建物は 合併年の1955年に東映調律下川小学校の校舎として建設された建物である。1990年には東映調律下川小学校と東映調律東園目小学校が統合され、下川小学校の校地に東映調律東部小学校が開校した。2010年3月には東映調律東部小学校が 東映町立東映小学校に統合されて廃校となった。2009年に閉鎖された奥三河青年の家には、蔵書約500冊の図書室があったが、入室する際には隣接する東映グリーンハウスの管理人に会場してもらう必要があり、月間利用者数は5から6人にとどまっていた。東映庁は野木山学校を都市部と山間地の交流拠点と位置づけ、 地域内外住民との交流、観光の振興、集落の活性化などを目的としている2014年5月18日に野木山学校がオープンした。2015年1月には運営する NPO 法人テホヘが総務省のふるさとづくり大賞総務大臣賞を受賞した。同年5月24日には理科室を改装したカフェの月がオープンし、カフェの奥には 図工室を改装した東映町図書室、野木山文庫が開館した。カフェと図書室の改装にかかった費用は2712万円であり、国庫支出金と地方債が充当されている。学校等配合と廃校活用地域活性化のノウハウ事例集では、行政としての強い意向と、それにこうしたグループの総意とで共同される廃校活用の高例と評価されている。 東栄町を拠点として活動する和太鼓集団市大野ら2010年3月に廃校となった東栄町立東武小学校の校舎では、野木山学校のオープン前から和太鼓集団市大野らが地域活性化のためのイベントなどを開催していた。しだらは野木山学校のオープンに先立って NPO 法人で保ヘを設立しており、 NPO 法人ってほへがの木山学校の指定管理者を務めている。毎月1回から2回の頻度で、石釜ピザ焼き、和太鼓、木工、化粧品制作、お菓子作りなど、様々な体験講座を開催しており、討論会などのイベントも開催している。東栄町内や東三河地方だけでなく、名古屋市や静岡県、浜松市などからも訪問者がある。 校舎2階は小学校時代のまま未改装の状態で保存されている。校舎近くには、東映町が発祥地とされる、チェーンソーアート作品が展示されている。野木山学校と同じように、三河地方で廃校を再活用した施設には、つくで田舎レストランすが森、豊橋市民族資料収蔵室ふるため、豊橋市神田ふれあいセンター、岡崎市ホタル学校、アスケ、 里山ユースホステルなどがある。ありがとうございます。